はい、皆さんこんにちは、サンフランシスコ在住の総工たかしです。今日は2024年9月5日木曜日です。今日のトピックはですね、今まで YouTube からもらってきた収益の額を、全部暴露してみようと思うんですよ今まで公開するつもりは全然なかったんですけれども、なんでこういうことを思い立ったかっていうと、登録者数も2万人を超えて、ぼちぼち最近名前と顔が少し売れてきた。それもあって、よくいくらぐらい YouTube からもらってんのって聞かれることがあるんですよね。だから、いや本当、Google で総合たかしで検索してみてください。6、7人の方が私について記事を書いてくれてます。日本生まれ日本育ちの日本人なのに45年もこっちにいると、こういう考え方をするのかなとか、そういうことが興味を引くのかも分かんないんですけれども、サンフランシスコ在住のなんて言ってるので、そういうのも相まって、人は YouTube でさぞかしいい暮らしをしてるんじゃないかなとかって、そういう的外れな羨望を払拭したいそういう気持ちもあって、こういうことを、こういう動画を作ることにしました。そんな甘いもんや思わへんでっていうなんで関西出身でもないのに関西弁が喋れるかっていうと、最近関西人の YouTube の動画をたくさん見てるんですね。そして最後にですね、YouTube に対する思い入れ、自分なりの YouTube に対するスタンス、そういったものにもちょっと触れてみたいと思います。まず YouTube で収益化するには、チャンネル登録者が1000人、そして総再生時間が時期金の12ヶ月で4000時間を超えていること。時期金のっていうことは、例えば過去2年で4000時間を超えてるとか、そういうのは合格になりません。12ヶ月ですね。で、自分の場合ですね、最初にアップロードした動画っていうのは2022年の12月19日でした。幸い11週間で収益化にこぎつけて、23年の2月11日に上げたアメリカの高齢者用の保険、つまりメディケアに関する動画がちょっとバズって、それで収益化の申請をしたんですね。まずその月の支払いっていうのは、次の月の21日ぐらいに銀行口座に振り込んでくるんですけれども、その1ヶ月の合計が100ドルに足りない場合は、次の月までこう蓄積されて100ドルを超えるまで支払いはありません。なので2月に収益化の申請をして、一番最初に払われたのが5月22日ですね。それは4月までの分を全部込めてということです。去年の4月の終わりまでの動画がですね、全部で、23本かな。でその合計が、106ドル13セント、全部、1ドル145円として計算してますけれども、これが 15,389円です。そしてですね、2回目の支払いは、これも1ヶ月飛んで7月の終わりまでに、13本、5月から7月にかけて13本上げたんですけれども、その合計がですね、115ドル92セントでした。日本円で 16,808 円ですね。ただこれは5月から7月までじゃなくて、それ以前の動画を見てくれた分ももちろん入っています。で3回目の支払いっていうのが、8月の分がですね、127ドル72セントでした。18,519 円ですね。ちなみに8月に上げた動画は数多くて8本でした。4回目の支払い、また9月の支払いっていうのが100ドル以下だったので、2ヶ月分ですけれども、9月、10月の動画が12本で、765ドル87セント、111,051円です。5回目の支払いっていうのが、11月に上げた動画が5本ですけれども、1371
4ドル67セント19万9327円でした。そして12月の分がですね、12月に上げたのが2023年の12月に上げたのが5本で、金額が709ドル84セント、10万2927円でした。つまり2023年の合計が、1年の合計が3200ドル15セントです。46万4022円ですね。平均してみると1ヶ月あたりの平均が246ドル17セント1ヶ月が日本円に直すと3万5695円です。でもこれで終わりじゃないんですよ。それぞれこっちでは一人一人に社会保障番号っていうのがついてて、日本でもマイナンバーっていうのが始まったらしいですけれども、それは全員にもうついたんでしょうか知らないけれども、こっちは一人一人社会保障番号っていうのがあって、 YouTube は私のエンプロイヤー、雇用主ではないんですけれども、 YouTube からお金を払ってもらった自営業っていうことなので、 YouTube の方からですね、その IIS、 ごめんなさい、インターナルレベニューサービス、内国 国税庁っていうのかな、そこへ私の名前と、社会保障番号と払った金額、2023年の間に払った金額、つまり、3200ドル15セントっていうのが言ってますから。でこっちはね、全員、次の年の、2月1日から4月15日までの間に確定申告をするんですね。だから自分が言ってるお金と YouTube からIIS に知らされた金額が完全に合ってないとまずいわけ。それとそれだけじゃなくって、州にも払いますね。カリフォルニア州にも州税っていうのを払いますから、そうですね、さっき1ヶ月平均が246ドル17セント、日本円にして3万5695円って言いましたけれども、190ドルぐらいじゃないかな、手取りは1ヶ月に。だからそれが2万7000円ぐらいですかね、手取りが。さて、2024年、まだ7月末までの分しか出てないんですけれども、というのは8月の分は今9月でしょ、9月の11日ぐらいまでわからないんですね。そしてまだ支払われてない金額のことを話すのはいけないというふうになっていますので、まだ分かってもないし、とにかく7月までの金額を言いますと、1月に上げたのが5本で、動画が5本で、289ドル68セント、4万2004円です。2月に上げたのが4本で、141ドル33セント、2万493円でした。3月が、動画が4本で、232ドル42セント、33,701円。4月が、5本で、186ドル、66セント、27,066円。5月が5本で、363ドル26セント、52,673円。6月が2本で、681ドル51セント、98,819円。7月が4本で、458ドル79セント、66,525円でした。今までの、合計がですね、2353ドル65セント、なんですけれども、ただロサンゼルスに行って撮影した時ですね、ホテル代とバス代は経費として落とせるって税理士の方が言ったので、そうしようと思ってます。ホテル代が422ドル、バス代が106ドル、合計がですね529ドル44セント、これを落とす予定です。ですから今までの2024年の分は7ヶ月で、合計が1824ドル
21セント1ヶ月の平均が260ドル60セント37,787 円ですね。マイナス税金です。日本へ行くようなことがあれば、もちろん日本へ行って動画を撮影するようなことがあれば、それは飛行機代とかホテル代とかそういうのは落としませんよ。なぜってもしそういうことがあれば、お墓参りが第一の目的だから、そこまでずうずうしくはないです。 YouTube の広告収入っていうのは、それぞれの広告単価かける視聴数ですね。その合計をですね、YouTuber が 55% 取って、 YouTube が 45% 取るっていう仕組みになっています。でも単価がですね、特にパンデミック以来、コロナ以降下がったっていうことを聞くんですね。なんでだろうと思うんですけれども、結局 YouTuber の数が多くなったっていうことじゃないかな。一つはコロナで働けなくなって YouTube を始めた人が多くなったっていうことじゃないかと思うんですけれども、最初からお金を稼ごうと思って始めたことではないので、そういう気持ちが全然なかったっていうと嘘になりますけれども、なんていうのかな、今はね、少なくとも、とにかく動画を作る過程を自分が楽しんで、見てくれた人が、それを見て楽しんでくれる、参考になったって言ってくれるとか、そういうのが一番やりがいですね。で、企業案件もストリーミングもやる気はないです。将来本を書いてくれとかって言われたら、それはちょっと興味がありますけれども、だから趣味としてやっていってると思わないと、とてもじゃないけどやっていけませんね。そういう気持ちです。だいたいその収益化できる人っていうのが 10% から 15% しかいないっていうんですよね。でその中でも収益化できたとしても、本当にたくさんの人に見てもらえるようになるまでは、とても低い収入は覚悟してないとダメ、やっていけないっていう感じがします。でね、動画を見る目的っていうのは、いろんな動機で見てもらっていいと思うんですね。っていうのは、私の場合ですけれども、チャンネル登録をしてくれた方のすごくたくさんの方は、ダウンタウンにの店が閉まってるとか、そういう経済の後退、そういうところから入ってきた人たちがとても多いんですね。そういう人たちに、例えばこの間のね、9日間の夕食の内容、それをお知らせする動画を見せたって、それは中にはね、これも面白そうだってクリックしてくれる方ももちろんたくさんいるんでしょうけれども、中にはこんな動画も上げるんだったらもう見ないっていうふうに感じる人もいると思うんですね。最悪の場合、登録解除をしたりとか。でもちょっと待ってください。9日前かなんかに上げた動画がですね、動画を見てチャンネル登録をしてくれた人も17名いるわけ。 あるいはチャンネル登録をしてくれた、チャンネル解除をしてくれた人が20名いたとしても、動画を見てチャンネル登録をしてくれた方が37名いたっていうことですね。17名のプラスっていうことは、だからそういう意味でいろんなアメリカ、またサンフランシスコっていうものを軸として、いろんな側面からアメリカ、またサンフランシスコっていうものを捉えていこうと思ってますので、いろんな動機から本当は見てくれていいと思うんですよ。例えばアメリカがもう大嫌いだけれども、その荒探しをしてやろうっていう動機から私の動画を見てくれる人がいたっていいと思うんですね。私の興味のあることの一つとして、言語関係っていうことがあります。大学の専攻が英語だったし、第二外国語、第三外国語としてフランス語と、スペイン語を取ったし、こっちへ来てからですけれども、ラテン系の言葉は全部知りたいっていうので、ポルトガル語とそれとイタリア語の参考書を日本から取り寄せて独学で勉強しました。もちろんネイティブスピーカーの発音がついてる、発音の CD がついてるやつですね。
そんなすごいことじゃないです。全部ラテン系の言葉から派生してきた言葉だから似てるんですけれども、まあ逆に言うとね、似てるからこそ区別して覚えるのが大変っていうこともあると思いますけれども、で外国語だけじゃないです。私ちょっとポコッとこうある日おすすめに上がってきて見始めたチャンネルっていうのがあるんですけれども、ある植木屋さんのチャンネルなんですね。で自分は植木なんかは全然興味がないわけ、これっぽっちも興味がないわけ。第一庭なんて持ってないし、そういう職業があるっていうことすら知らなかったんですけれども、なんでそれをずっと見続けてるかっていうと、ほらさっきの言語のことなんですけれども、日本語の方言なんかにもすごく興味があって、その人は自分の方言をこう丸出しでそのまま話すんですね。もう登録者がそろそろ6万人いこうかっていう大変成功してるチャンネルですけれども、でその人はね尼崎で生まれて今住んでるのが西宮だから完全な大阪弁じゃないんだけれども、かといって完全な神戸の言葉でもない。大阪と神戸ってあんなに近いのに言葉が違うんですよ、ね、だからそれそのどっちつかずの言葉、まあどっちかというと神戸に近いと思いますけれども、それを聞くのが楽しみで見てるんですよ。でもう一つの理由はね、その人は YouTube に対するこうなんていうスタンスっていうのが自分とすごく似てるっていうか、どうしてそういうことをやってるのかなっていうのがすごくわかるわけ。例えばこの間のスレイ服の説明でね、何時間経ったら氷がどれぐらい溶けたとか、何時間経ったら氷がどれぐらい溶けたとかって説明するだけでもいいのに、わざわざ律儀にね2時間働いてその数例服を着て2時間働いてこれぐらい溶けましたってカメラの前に出てきてね言うわけで、4時間経ってまたこれぐらい溶けましたって律儀に言う、そういう姿勢が とても自分と共通してるっていうか分かるわけですよね。でほら例えば松の剪定とかそういう作業の工程だけに関することだったらロボットだってできるんですよ。でもそれを生業としてる職人さんが自分の作業してるところの動画を見せながら説明する、そしたらその説明する人のバックグラウンドとかちょっと興味が湧いてくるじゃないですか。そこまで考えてやってるのかどうか知らないけれども、休日に釣りに行った日のその様子とか、六甲山に登るそういう動画も時々入れてますし、なかなかそういうそれから仕事が終わった後のね仲間とくつろいでる時の情景とか、そういうのも入れる動画の中に入れるその目的っていうのがすごくよくわかるんですよね。そういうのが本当なんていう上から下を見てるわけじゃないけども感心するっていうか、そういう意味で見てます。今回のこの動画に関連した YouTube 関係の動画を2つエンドスクリーンからクリックしていけるようにしておきますので、もしご興味があれば見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。